どうも、旗本博です。どうも、すみかです。ボーカルギターの片岡健太です。キーボード小川貴之です。ドラムの荒井智之です。どうも、すみかです。それいつもやってる。いや、やってないです。初めて。オセロだったらもう中身やるだけ。やっぱ合うんだ。はい、でも、急にやってる。どうもって。どうもが。どうもキーワードは羨ましい。はい、ハローサーリアン、素晴らしい、楽しい楽曲で、楽しませていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっとまずコラボのきっかけというか、そこからちょっと、鳩さんにお伺いしていいですか。そうですね、スミカの、その持ってる独創的な音楽性とか、オンリーワン、それでいて、かつポップなその存在感、そのスミカと、まずはやっぱ対バンさせてもらったのは大きい気がしますね。昨年ツーマンツアーで一緒に音、一緒の日に一緒のステージで音出して、このスミカと何か一緒に作ってみたいなっていうふうに思いまして、今回オファーしました。その対バンの時は初めましてだったんですか。そうですね、しっかりとこうご挨拶だったりとかっていうのは初めてで、違う現場ですれ違いざまにちょっと、ね、ちょっととかもあったと思うんですけど、しっかり話したのが本当あの時初めてでした ね。打ち上げとかもやったんですか。やりました。ナスの煮浸しが美味しい。美味しかったですね。懐かしい。その時の畑さんの印象どうだったですか。すごくフラットで、先輩後輩というよりかは音楽友達っていう空気感で話しかけてくださって、なんかそれでなんていうか、こっち側は若干身構えた部分もあったんですけど、なんかこの感じでいいのかなみたいな、フラットに僕らも接していいのかなっていう気にさせてもらえたんで、めちゃくちゃ話しやすかったです。まあ言うてもちょっと先輩ですもんね。そうですね、ちょっとというかだいぶちょっとですどう捉えるか、何歳までいけるか250歳ぐらいまでいけるか小川さん、どんな印象だったですか。もう本当にこう音楽だけの印象でしかないぐらい、本当にこう畑本博というアーティストの存在がでかかったので、もうどんな人なんだろうっていうのがまず分からなかったんですけど、対バンしたことによって本当人となりが分かるというか、めちゃくちゃこう話しやすかったんですよね。だからそれも相まって一気になんかこう好きになるというか、距離感が近くなったなんか対バンだったなっていうのは思います。あれですね、愛をカバーしましたね。はい、内緒で、しかもサプライズだったんですよ。当日そのセットリストには新曲って書いてて、新曲な、対バンツアーで新曲やってくれるんだと思って、すごいサービス精神旺盛だなと思っ て見てたら愛が始まってキュンですよ。そういうことするずるいバックバックでしょこっちが嬉しかったね。結構人気のね、畑さんの中でもファンの間でも人気な曲の一つですからね。ねえ。誰のターン。なぜ。いやだから畑さんの前で畑さんの曲をやるっていうのもすごい気持ちになりまして、やっぱりもともと好きでリスナーとして聞いてきた。アーティストだったので、私愛はもちろんすごく好きな曲ですし、手震えたけどね、それをサプライズされたら好きになりますね、こっちは。しゃよかったですよ、本当に。あね、すっごい練習したもんね。あれさんは畑さんの印象ってどうですか。本当に何ですかね、気さくな兄貴分みたいな感じの印象ですね。知りうる限りの印象だと、やっぱりすごくこう、なんて言ったらいいですかね、こう入り込むタイプというか、そういう感じの方なのかなっていうのを勝手に思っていたんで、そういう部分もあるのかもしれないですけども、お会いしてみるとなんかすごく周りに対しても開いてるというか、マインドの部分でこう受け入れる幅が大きいというか、こう何でも受け止めてくれそうなオーラがあって、しかも実際受け止めてくださって、やっぱそういう部分もすごく魅力的だからこそ、周りに人が集まったりとか、たくさん応援してくれる方がいらっしゃったりとかするんだろうなと思って、すごくかっこいいなと思いました、ね。
受け止めてくれるオーラですよ。まあ、ないと思うんですけど。そんなことない。そんなことない。なんかでもさっきそれこそ取材中に聞いたらみんな末っ子なんでしょう、ね。あ、そうです。俺も末っ子だよ。そこのシンパシー。だから。もうみんなが成功だったから多分兄貴分になってるだけで大体俺なんか弟キャラだもん。なるほど。なるほど。言えても末っ子界の兄貴。末っ子界の兄貴。末っ子兄貴。末っ子兄貴。なるほど。なるほど。